ういうことは物理効果。そうみたいね。これじゃあ先に。となるとおそらくこの扉の封印、ここに不自然に穴。石板か何かを収めるのかしら。他にも何かあるかもしれないな。わかった。みんな何か書いてあるよ。通るのこっち。あ、さっき移動してる時にこの先に農、きっとその農場のことを言ってるんですよ。扉を開けるヒントがあるかもしれないわね。ああ、それじゃあ通るの。オッケー。よっ、なかったね。一旦この調子なら先に進めばかなり手強くなっていきそう。ああ、今回は雑魚的だったけど、これから二人とも目がギラつ。別にいいだろ、純粋にゲームを楽しめる空間なんて。さすが生粋のゲーマーは違う。しかもキリト君ってば相当前からこのゲ。ああ、そうだ。そう、俺は SAO から生還し退院してすぐにALO に興味を持った。無事に家に戻り、ようやく現実の生活。お兄ちゃん、ちょっといい？妹のスグハ、ゲーム内ではリーファと呼ばれており、SAO を生き抜いて。私が前に遊んでた別の VRMMO がある。まあ、アルブヘイムオンラインだな。空を自由に飛べるゲームで。種族間の争い。そう、そして SAO のサーバーをコピーしたゲームが ALO なの。俺の恋人結城アスナ、彼女とはさまざまな出来事に巻き込まれ、二人で苦楽を分かち合い、辛かった出来事、忘れたい記憶、俺たちには2年以上も生き抜いたあの世界で。で、お兄ちゃん、ちょっとこの記事を見て。ネットワーク世界で人気の歌姫セブンを。それはマニアックな人が読む記事ではなく、テレビのニュースでなく。歌姫セブンは12歳ながらその天才的な頭脳で様々。アメリカの MIT を首席で卒業したという天才科学者である。ああ、それ知ってるぞ。日本人とロシア人のハーフの子なんだろ。仮想ネットワーク社会を研究してるんだって。ネットにも VR やフルダイブについて。よく知ってるね。俺はまだ誰にも言っていなかったが、将来は留学だから、この幼い研究。それでね、 VRMMO の中でアイドル活動してるんだって。うん、そうだね。でもこういうお祭り的な感じが本来のオンラインゲームなの。でも科学者がアイドルなんてすごいよね。12歳で天才で、しかもこの記事、歌姫の七色に透き通るようになった。 ALO ってプレイヤーキルがあり、というか種族。やっぱり外国の人のゲームの楽しみ。 VRMMO 研究で注目を浴びているし。大丈夫？どうかした？とやっ、おー、やるね。あ、よし、ここのモンスターの討伐。ああ、他のプレイヤーにさ。行っちゃったね。あいつら、あの様子だと結構。ここのフィールドに来ているパーティーだもの。
腕もしかすると私たち一体どこのギルドだった。さて私たちもクエストス。ああそうだな。まだ余裕だぜ。頑張って。一緒だと立ち回りやすいぜ。さてどう戦うかな。キリト君行け。元気になったよ。まだまだいそうだね。行くよ。気をつけてください。
まだまだいけるわ。少し油断したかな。アスナさん、下がって体勢を立て直すんだ。この調子でいきましょう。